板橋競馬場開業広告、競馬世界史一号巻末。ただし広告した予定日には開業できず、翌年3月になる明治44年、東京郵政管理局作成図より、前年に競馬場は廃されたが、競馬場の形は残っている。板橋競馬場、馬券目標技に企画され、競馬の主催者は、尾崎幸雄が回答を務める東京直系クラブ。 板橋競馬場で競馬が行われたのは、実際には1908年の1年だけである。板橋競馬場での競馬開催は合計で3回計11日間、開催されただけである。1910年馬券の最近止を受けて、東京近郊の4つの競馬場の運営組織は一つに、合同して、東京競馬クラブが発足し、東京競馬クラブは、目黒競馬場を使用することに決め、 板橋競馬場は廃止された。板橋競馬場は、競馬界側の資料がほとんど消失しているため、現代では詳細はわからないことが多いが、八尾町の横行や、運営会社の内紛、馬場、施設の劣悪さなど悪評が多く伝わっている、競馬場である。明治末までの日本では、馬券発売を伴う競馬は、外国人が経営する横浜競馬場でのみ、行われていたが、 軍馬に使った日本馬の劣悪さに悩んだ軍や政府の馬匹改良を求める声が高まる中、馬匹改良の手段として馬券発売を伴った競馬の開催を認める機運が高まっていった。この機運が熟する中で認可を得た東京競馬会は1906年11月、池上競馬場を会場させる馬券目標時代の始まりである。第一回池上競馬は大成功を収め、 東京競馬会は多大な利益を手にする。池上競馬が多大な利益を上げたのを見て、全国各地で競馬場建設が企画され、1908年には全国で15カ所の競馬場で馬券を売る競馬が行われた。賭博というものに免疫のなかった明治の日本人は賭博の魅力に取りつかれ、馬券目標時代は日本競馬史の中で、 競馬の狂乱時代とも言われる混乱に満ちた競馬ブームを引き起こした。東京市長、小崎幸男を回答とする東京女系クラブは1907年8月29日認可を得た。競馬場は日本三馬株式会社が建設する予定の板橋競馬場である。東京女系クラブは第一回競馬を1907年に行う予定でいた。しかし、 すでに行われていた他の競馬で賭博の弊害が出ていたため政府当局は認可を渋る。交渉の末に認可はされたが、東京女系クラブは1907年に行う予定の明治40年周期競馬を工事が遅れたとして翌3月に行う。明治41年3月に行われた競馬を明治40年周期の名目にしたのは競馬開催は 年2回までと決められていたからである。翌3月に行われた競馬を明治40年周期、開催だという名目にすれば、明治41年内に3回開催できる。競馬場の経営会社の設立にも、横領や不正が絡んでいる。馬券発売を見込んで創立された、帝国競馬会社は設立発起人が資金を横領し、事務員などにも使い込みがあったとして、紛争になった。 これの処理に困った馬政局は折から認可を求めてきた新会社日本産馬株式会社にこれを引き受けさせ吸収合併させる。このあたりの権威は不明な点も多いが当初は帝国競馬会社を受け入れることを嫌がっていた東京直系クラブは結局は馬政局の指示を受け入れる。横領など不正に関わったとされる帝国競馬会社側からも多くの人間が 日本サンバ株式会社に参加している。横領の被害者側は新会社設立を無効として訴訟に及ぶ。板橋競馬場の所有会社である日本サンバ株式会社は発足時から訴訟を起こされていたわけである。当時の競馬雑誌、馬筆世界では東京女系クラブの幹部たちを前科者だの猿に衣装だのと罵倒している。 板橋競馬場の競馬界側の資料がほとんど現存していないため詳細はわからないことが多いが、当時の競馬雑誌の報道では、競馬場は板橋停車場からの距離11丁とされている。馬場は長円形で一周一マイルで北側にうみどこ所があり、傾斜が2カ所ある。馬場に傾斜があるので競走馬の力を試すのに適した馬場だとされている。 うまみどころは1号館と2号館があり900坪まり、旧車は600坪でおよそ200頭収容。うまみどころは旧ごしらえのため粗末の荒木作りで、席は座るとグラグラするような作りだったと言われている。馬券売り場や掲示板の類、販売している弁当までも粗末だったと当時の競馬雑誌に酷評されている。馬場も土が粘土質のため、 幸雨にあった第一回競馬では丁寧になった。スタートは、スタートライン上に張ったロープを跳ね上げる方式で、この方式のため不正が行われた。現代のスターティングゲートと違いすべての馬が前を向いて並んでいるわけではないので、競馬界側が勝たせたくない馬が、後ろや横を向いたタイミングで、スタートさせることができるためである。板橋競馬の、 1> 第1回は1908年3月28日29日4月4日5日に行われた。いずれも土曜日曜である。4日間とも1日あたり11レースが行われている。競馬は内国三馬と合衆三馬では力が違うため内国三馬限定レースと合衆三馬限定レースを分けて行われている。天候は2日目のドン天以外は 雨で一体の地盤は粘土質のため、競馬場の内外が、丁寧膝を没するという状態となり、観客も泥にまみれ、馬も丁寧に足を取られ落馬が続出したという。交通の足となる人力車も高額な料金を、ふっかけたが、車夫が言うには宇宙この滑りやすい丁寧の中を車を、引いて走るのは、命がけなので危険手当もあるとのことで、 これを報じる競馬雑誌も一理あると書いている。記念すべき、初日の第一レースは、内国産抽選場未勝利馬戦でことを立て、距離は3,4マイル1着賞金は400円、2着、賞金100円で行われた。勝ち馬は6歳母馬の国部号、タイムは1分35秒4。第二レースは、号朱三番のレースで六頭立て、距離は三、四マイル、 一着賞金は500円、二着、賞金125円、三着賞金は75円。勝利した、朝礼品馬のカウンテス号のタイムは1分27秒、2。第3レースは、内国サンバ12頭立て、3、4マイル、一着賞金は600円、二着賞金150円、三着賞金は75円。 勝利した6歳母馬の北門号のタイムは1分33秒という具合に行われ、内国三馬のレースと合衆三馬のレースが交互に行われ、距離も1マイルや1.5マイルなど様々である。競馬界の資料が消失しているため入場者数などのデータは不明である。ただし、雨で泥沼になっているにもかかわらず多くの観客が押し寄せ競馬に熱狂していたという。 当時の新聞では、婦人客が多かったとしている。政府は、賭博の弊害を抑えるため観客の選別を行う。馬政局交達では入場できるのは、紳士、宿女に限るとし、入場料を高価にし、乱れた服装のものは入れない方策が、どの競馬場にも義務付けられている。入場料は1等5円、2等3円で、馬券は1枚10円である。 の映画館の入場料が15銭の時代である。しかしながら、服装を整え小金さえ持っていれば入場できたので、競馬場は政府の思惑通りには上品な場とはならず、いかがわしい空間になっている。ただし、これは板橋競馬場だけではなくこの時代の日本の競馬場はどこも同じではあった。馬券目拠時代、各競馬場で800兆や払い戻しの不正などの 疑惑が湧いたが、板橋競馬場では、初日から連日、露骨な八王朝が行われたと師団の的になっている。当時の競馬雑誌、馬筆世界発刊の迷号で、東京女系クラブ幹部で馬主の牧田喜一郎を、八百長を行ったとして激しく非難し、牧田喜一郎八百地東京女系クラブを、東京詐欺師クラブと口汚く罵のしっている。 競馬雑誌、馬筆世界によると、薪田喜一郎は、持ち馬アームルースと初音を、板橋競馬初日の同じレースに出場させた。アームルースは強い馬なので人気が集中する。初音は弱いので人気薄だったが、薪田は、初音の馬券を大量に買った上で、レースでは、アームルースにわざと負けさせ、初音が勝利したとしている。二日目から四日目にかけても、 同じ二頭を連日同じレースに出し、牧田は持ち馬の中で勝った方の馬券だけをいつも大量購入していたという。牧田喜一郎ばかりではなく、東京直系クラブ会員の持ち馬と非会員の持ち馬が際どい勝負になると、判定は必ず東京直系クラブ会員の持ち馬の勝ちになったという。また、当時のスタートは、スタートライン上に張ったロープを跳ね上げる。 公式だったので、東京女系クラブの非会員の有力持ち馬が、後ろや横を向いたタイミングで、スタートさせることも行われたという。不正は、騎手同士でも行われ、弱い馬をわざと勝たせていたという。騎手自身が、掛け金に手を出すことができたからだという。発馬係や検定係を務めていた、外国人は、板橋競馬場の不正があまりにひどいので憤慨して辞任したという。 これらの不正が真実として行われたかどうかは、現代ではわからないものの、不正の疑惑は板橋だけではなく全ての競馬場で噂され、この時代の競馬では、不正が横行しているということは、世の共通認識になり、競馬雑誌ばかりではなく、新聞各紙を含めて競馬は、世の手段の的になっている。マスコミ各紙は、競馬の不正を激しく非難するとともに、 馬券廃止運動を繰り広げていく。規則で競馬は年に春、秋の2期開催各4日間までと決められていた。1908年東京近郊には6つの競馬場があったのでこれらは日程が重ならないように調整していた。1908年春シーズンは板橋に始まり、ただし板橋初回は前年度の繰り越しとしたので、 板橋川崎横浜池上松戸板橋の日程で開催された。板橋競馬の1908年春は7、4からの予定だったが、幸運のために1週間順延している。このように、馬券目標時代各競馬場は2週連続で土、日に開催されている。板橋競馬場の第2回目の開催、明治41年春季競馬は1908年7月4日から予定されていたが、 幸運のため巡演、1908年7月11日からになる。開催日は7月11、12、18、19の4日である。第1回と同じく土曜と日曜の開催で1日ごとに11レースずつ行われた。第2回目の板橋競馬は好天に恵まれたが、逆に暑く、日よけや冷水の配置などが行われている。 大阪からも馬が参加し、京阪神の競馬ファンも多く、訪れたという。大阪から参加した、高州馬セッツは、板橋競馬場の2400メートルのコースレコードを、出している。初日の第一レースは、抽選内国産馬18頭立ての、レースで、距離は1マイル。賞金は1着700円、2着200円、3着100円で4歳母馬の、 第6騒号が勝ち、タイムは2分3秒35などが行われている。明治の日本では一切の賭博は禁止され、わずかに横浜でのみ、例外的に馬券が売られている状況で、一気に全国で無制限の馬券を伴う競馬が開催され、出したのである。賭博というものに免疫のなかった日本人は一気に賭博の興奮と熱狂に包まれていった。 仕事を放り出して、競馬場に通い詰める者が続出し、身の丈を超えて、多額の馬券を買って破産し娘を売る者、店の金に手をつける者、泥棒に及ぶ者、競馬で財産を失って首を吊る者が現れた。競馬場側も金儲けに走り、粗雑な運営で、クレームが続出し観客が暴れる騒動が頻発する。 審判や発話なども不手際が多く観客の騒ぎになることもあり、競争で800兆すら行われ、それを嗅ぎ取った観客がやはり暴れるといった騒ぎが続出した。特に営利目的が露骨で粗末な設備と運営が行われた松戸競馬場では、競馬場側が配当をごまかすなどの不正な行為を行い、抗議する観客のクレームを役ザを雇って、 封殺するなどということにまで及んだ。ナルオでは、競馬界の内紛や詐欺などが発覚した。そもそも競馬場の許可自体にも、増収愛の噂すら立った。政府は、場当たり的に様々な規制を行うが効果なく、大手新聞をはじめマスコミは一斉に競馬を攻撃し、マスコミの攻撃は、競馬場のみならず、馬券を目標した政府にも及んだ。 馬券への世論の風当たりは強く、1908年10月、政府は馬券を禁止する。この馬券禁止が通達された時点で、東京近郊の競馬場は、松戸で周期開催が終わり、横浜に場所を移動するところだった。馬券禁止に各競馬場はうろたえ、予定の競馬開催を延期する。馬券禁止を受けて、結果として最後になる。 板橋競馬第3回は1908年12月22、23、24の3日間で行われた。入場者は激減し、馬筆世界史14号によると入場券の値段を1等1円、2等50銭と大幅に値下げしたにもかかわらず、初日は2等が4枚しか売れず、2日目にも2等が4枚、3日目には1等が1枚、2等が3枚しか売れなかった。 有料入場者の他に招待客もいたが、競馬場は、看護庁がなく。新聞も、昨二日,日目の板橋競馬は、初日にもましたる、寂しさただとに和と刑事の身うよいよと場内に、航行するのみ。ただしこれに特筆するべきはいずれも上品な、奥様たちがおよそ20人も見えた一時だ。これあるいは、 競馬界の一進歩かもしれぬ読売新聞明治41年12月23日長官と様子を伝えている。レースは3日間とも1日に13レース行われるが、賞金額も大きく引き下げられている。第1レースは、東京女系クラブ合衆三新馬のレースで7等、縦3、4マイル、賞金は1着が100円、2着が40円、3着が25円で行われ、 カチウマは5歳頻馬の追伝、タイムは1分24秒。第2レースは内国産抽選馬4頭立てで、距離は1マイル。賞金は1着が100円、2着が30円、3着が20円。カチウマは4歳母馬の家畜も、タイムは2分4秒41。1日3日間とも、賞金額を大幅に減らしながらも13レースずつ行われている。 1908年10月の馬券禁止を受けて、全国の競馬関係者は、馬券復活運動を起こすが認められず、狂乱の競馬ブームを引き起こした馬券目標時代は、実質2年足らずで終わりになる。日本の競馬は、政府の補助金で運営される、補助金競馬時代に移る。1909年春、政府は、東京競馬会、日本競馬会、京浜競馬クラブ、 東京女系クラブ、総武競馬会の5社を予備合同を促す。総武競馬会のみはこれに従わなかったが、あとの4つは1909年に合同する仮契約を結んだ。合同して新設される東京競馬クラブは各競馬会の資産を総額160万円余りで購入し、政府は東京競馬クラブに20年間毎年8万円。 あまりの補助金を交付することに決めた。東京競馬会、日本競馬会、京浜競馬クラブ、東京女系クラブの4つが合同してできた。東京競馬クラブは、1910年6月、地形や交通の便から、目黒競馬場を使用することに決め、板橋競馬場は廃止された。板橋競馬場の跡地には1913年、巣鴨の愛好者牧場が移転してきた。 板橋競馬場は、競馬場から、牛の牧場に変わったが、牧場も、やがて都市下の波に飲み込まれ、現在の板橋には、競馬場だった面影はない。金量の単位は、ポンド、内国産7、7 8マイル以外は41年春場所に、コースレコードが出ている。3月の板橋初回開催では、降雨に見舞われたため、全般に、タイムは遅くなっている。ありがとうございます。